ボクシング WBO 世界フライ級王座決定戦、20日、両国国技館。WBO 世界フライ級2位のカノーリク、26、イコール体制イコールが、同級3位のアンソニー・オーラスクアが、25、イコール、米国イコールに3回小負けを喫した。カノーは2016年8月20日、WBO 世界ミニマム級王座決定戦で、 高山勝成に6回負傷判定で敗れて、以来、8年ぶり2度目の世界戦だったが、ベルトを勝ち取ることはできなかった。序盤から激しい打ち合いが続き、3回終盤に左アッパーが顎に刺さった。10カウントでは、立ち上がることはできず、早期決着となった。オラスクアガは、ルディエルナンデストレーナーに指示し、中谷純人、MT の兄弟子に当たる。 名演で戦う孔子仲の良い親友の前で世界王者となった。